さあそれでは、聞いてください。部下がこっち見とると。部下がこっち見とる。質問したげる。部下が首かしげとる。さっきの俺の指示。君が言いたいことはなんとなくわかる。しかしここは君が大人になってくれ。部下が考えとる。なんとかしようと部下が横に来るとそして二人が首かしげる。君らが迷うのも無理はない。だって俺かて分かって天然から課長と呼ばれて2年島も任されて2年君らより俺下級物足りしてるけど分からへんもんは分からへんねん。そんな管理職会議の後があるね。なんとかしてくれ。そのプレゼンボードどうしても部長が B0 やないとあかんな言うてんねん。足でタコスとは俺が払うから、あと2時間でなんとかしておくれ。部長がこっちにとる。にんまりしながら部長が合図しとる。ひげをなでながら仕事押し付けた後誘うのはやめてくれ。どうせ女目当てのスナック周り部長が膨れとる。次の日の朝俺を無視し続けとる。ひげを撫でながらホステスと俺の会話弾んだだけで俺にしかわからへんリアクションやめてくれ。中間管理職として上役のご機嫌通り確かにこの酒って通れないけれど、なんでそんなこんなが部下を困らせる無茶ぶりにつながるね。だから言えへんねん。部下の君らにはとても言えへんねん。俺の苦しみも残業終わりに飯でもおごるから、ここは何も気がつく指示に従っておくれ。これは名曲やと思います。これ大体あの名曲できたと思った時あのもう本物もね分かるんです。自分 の, あの過去の体験をですねなぞっていく大体名曲なんですけどね。これ分かる人にしか分からへんみたいなね。だからあのミリオン世代にはまあ当然ならない。永遠隠れた名曲ばっかりなんですけどね。